今日は仕事で遅くなるから先に寝ててとメールした僕、少し切ない気持ちになった。早く君に会いたいのに、寂しい思いさせてごめんね。次の休みは旅行に行こう、君の行きたいところに行こう。考えててね、そういえばまだ君に話していないことがあるんだよ。でもまだ秘密だよ。旅行の時に全て話すよ。きっと君は驚いて泣いてしまうかもしれないね。そういえば僕ら同棲し